皆さんこんにちは。 MC ジョイアスピアノ講師の山崎直樹と申します。前回楽天についての概要をご説明させていただきましたので、今回から早速楽天の本題に入らせていただこうと思います。前回のおさらいですが、楽天とは楽譜を読んだり書いたりする上で大切な基礎の理論であったり約束ごとになります。で、実は楽天というのはソルフェージュと呼ばれる訓練の一部に過ぎません。では他にどんなものがあるか簡単にご紹介いたします。1、指唱、2、初見、3、長音、そして4つ目の楽典となります。本来であれば楽典だけではなくて、これらのすべてを学ぶことでさらに音楽能力の効果がアップいたしますので、他にもぜひ挑戦してみてください。では今回は楽典にピックアップしていきましょう。よろしくお願いいたします。最初に五線と音符の説明です。基本的に楽譜には必ず五線と呼ばれる線が存在します。この五線を使って音程の高さを表すことができます。こちら上から 1,2,3,4,5 と数えたくなりますが、下から数えます。そして線と線の間にある空間のことを間と呼びます。間も下から1,2,3,4と数えます。さあ線と間について理解していただけましたか。次は線と間の上に書かれる音符の名前を覚えていきましょう。線の上に書かれた音符は線の音と呼びます。間の上に書かれた音符は間の音と呼ばれます。こちら小さい子には線の音はお団子の音、缶の音はおまんじゅうの音と覚えてもらっています。次はトーン記号について覚えていきましょう。トーン記号とは第2線から始まる音部記号のことです。音の高さを決めるためには基準となる記号が必要です。トーン記号は高音部譜表とも呼ばれます。高い音を表すときはこちらのトーン記号を使います。さあいよいよドレミファソを覚えてみましょう。第一線よりさらに低いところにある音符はド。こちらは五線の外になりますので下線と呼ばれる線を引いてあげてドを表していきます。そして次に第一線にぶら下がっている音符はレ。第一線の上にある音符がミになります。こちらは実際にピアノで弾いて確認してみましょう。続いて
第1巻にある音符はファ、第2線の上にある音符はソになります。こちらも実際にピアノで弾いて確認してみましょう。さて最後になりますが、皆さんドレミファソって何語だと思いますか？皆さん当たり前にドレミファソと読んでいますが、実は日本語ではありません。ドレミファソというのは実はイタリア語なのです。ちなみに日本語だとハ、ニ、ホ、ヘ、トになります。そしてよくクラシックなどで用いられる呼び方はドイツ語になります。読み方はゼ、デ、エ、エフ、ゲと呼びます。またポップスやジャズでは英語で呼ばれます。 C、D、E、F、G です。以上で本日の動画は終了となります。本日習ったことを復習してみましょう。 1. 五線譜について、 2. 等音記号について、そして3つ目、低い配置のドレミファソについて覚えていただきました。では次の動画では高い音のドレミファソ、そして音符には様々な種類や長さが存在しますので、そちらをご説明させていただければと思います。次回もお楽しみに。さようなら。